とはまあ国葬。もともと爬虫類が大体10種類ぐらいうちいたんですけれども、あまりそのちゃんとした施設じゃなくてですね、ちょっと裏返というかバックヤードにいたりとかですね、展示したちゃんとしたところにいなかったものですから、ちょっとあの日の目を当たらないようなところにいたんで、そういった爬虫類をですね、ぜひ表に出して、それから種の数を増やしてというのがありました。それからウミウという、まあ、古い施設にいたものですから、老朽化したのも新しくしたいということで、まあ、そういう意味で複合施設ということで、採用したということになります。爬虫類館のウというのはウミウのウをイメージしておりまして、イメージというか表記してまして、カタカナのウになっています。ただですね、爬虫類館の施設としても、一通りの、まあ、機能を備えておりまして、北関東では多分、動物園の中に爬虫類館があるのは、今回うちが初めてじゃないかなというふうに思っております。好きなお客さんはですね、子供さんなんかわーってこう来たりしてね、まあ、ちっちゃい蛇なんか首にちょっとかけたりとかねやるんですけども、嫌いな人はもう全く嫌いで、もう蛇の顔を見ただけでわーとかってもう後ずさりしちゃうような人がまあ半分ぐらいはいるんですね。でその辺がですね、逆に言うと動物園としては面白い現象というか、動物園というのはやっぱり動物の魅力をどうやって伝えるかということが動物園の仕事だと思うんですけども、そういうお客さんをいかにその爬虫類の魅力を知ってもらうかという部分ではですね、非常に今回の爬虫類館は一つのそういう、目的が持った施設になるだろうということがありましたもんですからですね、まあ、こうやって採用したということになります。ウミウというのはですね、ご存知のように長良川とか木曽川で鵜飼をやっている時に使われる、アユを取るですね、のが、まあ、ウミウになるわけですけども、そのウミウを、供給しているのがこの日立市で、沿岸をですね、渡り鳥なんですけれども、渡っていく途中に羽を休めている、そんな、ウミウをですね、捕まえて、全国に、まあ、供給しています。まあ、上から見ましたけども、下に潜ると下に大きな水槽があって、そこで、だいたいウミウっていうのは7メートルから10メートルぐらい潜れるっていうんですよね。まあ、そこまでの深さはないんですけども、潜って餌を取る姿を見ることなんかもできます。